インセプターホームの上村恵子です。はい、江端美香です。今回は旬の食材、秋の食材で短いに作れる、手早く作れるものをご紹介しております。ぜひ作ってみてください。チーズフォンデュなんですけれども、まず土鍋を用意します。それからもう材料の方はすぐ召し上がりますので、一口大に切っておいてください。チーズの方のソースの材料もこちら鍋に入れますので、何か耐熱の器にまとめて入れてください。でこちらは2段階で蒸していくんですけれども、まず固い野菜を、この周りにかけていきます。このまま蓋を開けて召し上がりますので、なるべくこう彩りのいいようにね、飾っていただいたらと思います。蒸す時の調味料です。お湯100に対してスープの素が小さじ1ほど入ります。小さじ2分の1ですね。でまずこちらの方の材料を入れまして、ベーコン、ソーセージを入れておきますね。それから蓋をして火にかけます。沸騰したら弱火で3分蒸してください。ある程度柔らかくなりますので、その後こちらのね、硬い野菜の方を入れていきます。最後中は沸騰すると思いますので、ここから弱火で3分蒸していきます。はい、3分経ちましたね。どうでしょう。まだちょっとじゃがいもの方が硬いようなので、この時にね、まだ硬いようでしたら、ちょっと汁の方にね、野菜の方を浸す方向を変えていただいたらいいと思います。で今度ね、こちらの方の緑が鮮やかな野菜の方も加えていきます。最後にトマトですね。だいぶね、チーズの方がね、柔らかく溶けてきましたので、もう一度混ぜておきますね。じゃあここであと3分蒸し焼きにしていきます。3分経ちましたね。こんな感じかな。お野菜の方が色鮮やかになって美味しそうですね。そうですね、カブも柔らかくなって美味しそうです。じゃがいもも大丈夫ですね。6分茹でたら、もうこのままテーブルにお出ししたら召し上がります。